台北市立動物園は台湾台北市分散区目作にある台北市立の動物園である通称目作動物園開園は日本統治時代の大正3年で台湾で最も古いもともとは演山公園内にあり演山動物園の通称で呼ばれた1986年に現在地に移転した2016年10月 日本の横浜動物園ズーラシアと協力友好協定を結ぶ。2020年12月1日、令和2年度外務大臣表彰を受賞。展示は気候や環境で区分している。民主進歩等の沈水編政権時代から台湾にジャイアントパンダを導入する話はあったが、台湾独立を掲げる民進党の方針と気象動物の国際取引を禁じる。 ワシントン条約への抵触を理由に受け取りを拒絶されてきた。中国国民党の場永久政権の新中政策に基づき2008年12月ジャイアントパンダの段々と延々が寄贈された。パンダの移動は国内移動扱いであると中国が主張したことやそれぞれの頭文字を取って ダンマドカとなり中国主導の統一プロパガンダであるとして台湾独立派から反対の声が多かった。2013年7月6日人工受精によってメスの子供が生まれた。北緯24度59分42秒統計121度35分3秒。 北緯24.99500度統計121.58417度24.99500121.58417ありがとうございます。